諫早茂広氏は、江戸時代後期の武士、悲善国佐賀藩士、諫早鍋島家十二代当主。諫早家は、龍造寺高信のまたいとこやばれの子孫。藩主鍋島氏の旧主君龍造寺氏の一族で、鍋島氏をはばかって、諫早氏を称す。家紋は、上り藤。代々藩主の返記を受け、茂の字を配慮している。藩内の価格は、新類同格。 龍造寺氏一族として、藩内で、大名並みの治療2万6千国と強い影響力を持つ。漢方9年6月1日、伊佐早家へ、輝きの長男として誕生。今日は元年父、高志明が、病のため弱を辞し、叔父、正俊が、村竹から帰化して、祖父、シュゲルズの着子となる。文化6年2月2日、父、高志明が死去。 去年37、文化八年王子、正俊氏が死去。文化九年祖父、茂津が隠居したため、その家督を相続。藩主、鍋島成名を、蔡正氏に仕え、長崎港の警備や江戸詰めの役を務めた。文政八年母、明瀬員の希望で、四国八十八カ所霊場になぞらえ寮内に、工房大師の座像を設置し観光八十八カ所霊場を、 誕生した。硬貨2年7月25日死去。去年49、菩提寺の天遊寺に葬られた。ありがとうございます。